はいどうも、スペースサクです。今回はちょっと気になるなっていうものがあったので、こちらに行ってきました。それはこちら、生き物尽くしです。なんかね、とある作家さんのがものすごく気になって、ちょっと行ってみようかなと思って急遽決めて行ってまいりました。それでは VTR スタート。狙ってた、当たりました。待っても大丈夫ですか？はい。足がよう売れたかな、あ、自分。
ツイッターで見ててすごくいいなってなって、あの今朝ツイッターにイカ見たかったってコメントいただいたのって しましたかね、このぐらいこれみたいなアイコン、はい、そうです、サクさん、はいはい、すいませんイカどこ探してもいなくてそんな時もありますよ、はい、ちょっとあーってなりました、自分で力入れたのイカだったのですごいですね、処理の仕方で、はいはい、ちょっと表面の見え方が変わってこれも販売されてるの販売してるそうですね、多分今まだ参考です。いや参考実験みたいな感じで覚えてそうですねこの辺は今あの今回名古屋に来るということで、はいはい、名古屋仕様でビカビカにあ、社長子的なそうです磨き直してきたと申しておりました、重量感すごかったですね。これがすごいいいですよね。はい、はい、いかがだったでしょうか。なかなかいいものいっぱいありましたよねいいものってすごいざっくりすぎますけどで、あんまりあのちょっと予算ないのでワンフツ前なのでちょっとその中でまあいくつかだけ買ってみたんですけど、まあ例えばこういったもの
コウモリですね。まあそんな感じしか買ってないんですけど、ちょっと買ってみてみました。あの鳥の人めちゃくちゃやばかったでしょ。あれがね、ちょっとどうしても現物見たくて行ってきたんですけど、やっぱすごかったですね。はい。でまあたまたまあの一緒に並んだというか、僕が一番前でその次の人が2番目やったんですけど、ちょっといろいろお話しさせていただいて、まあ、ついでなんで、あのよく行かれてるみたいなんで、ちょっといろいろ教えてくださいっていうふうにお話して、ちょっといろいろお話しさせてお話しさせていただいて、おかしいな、あのその方の知ってるおられる作家さんとか教えていただきながら回ってみました。はい。で前回行ってた羊毛雑多さんとかもいてはりましたし、なかなか面白かったです。ちょっと悪性系も欲しかったんですけど、ちょっと今出したらやばいやろなと思って、今回は我慢しました。わあ、別にどこまで抑えられるかな、ちょっとほんときつくてちょっと怖いですね。で動画は土日で3本作るつもりなんですけど、まあいろいろ楽しかったです。ちょっと今週は家でちょっとじっとして、ちょっと部屋の片付けしたいなと思ってるんですけど、ちょっとどうなることやら。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。それではスペースサークありがとうございました。